アガスは砂糖キビから砂糖を作る際にできる残った繊維の部分のこと。環境問題の面から世界的に注目されている資源である。砂糖キビは世界70カ国以上で栽培されており、日本では 沖縄県の農家の8割がサトウキビを育てている。サトウキビを絞ると25%がバガスとして残り、年間約12億トン生産されるサトウキビから1億トンのバガスが発生する。再利用の用途としては、紙、ボイラー燃料、食物繊維が豊富なため、生活習慣病予防効果を持った食品開発が行われるなど多岐にわたる。飼料としての再利用もされているが、バガスをそのまま与えるだけでは消化できず消化不良となってしまうため工夫を要する。1980年にアントニオ猪キが企業アントンハイセルを立ち上げたが、 事業としては失敗した。